保護された犬や猫の譲渡などに取り組む神戸動物共生センターの3代目センター長に猫の虎丸が就任しました。保護された犬や猫の譲渡などに取り組む神戸市北区の神戸動物共生センターでは、1年間 PR を担当するセンター長の交代式が行われ、まず2代目センター長を務めたメスの猫のラピに感謝状が贈られました。ラピの後を継ぐのは生後6ヶ月のオス猫トラマルです。センターによりますと、トラマルは活発で好奇心旺盛な性格で、どんな人や猫とも楽しく遊ぶことができるということです。ラピさんの公園なんてとても荷が重いにゃ。だけどたくさんご褒美をくれるみたいだから頑張るにゃ。応援してにゃ。初めての男の子のセンター長ですので、元気に PR 活動を頑張ってほしいと思います。で、また共生センターも盛り上げてほしいと思っております。センター長を退任したラピの飼い主の募集は、県内在住者を対象に来月8日まで行われています。おととしの10月にオープンした神戸動物共生センターでは、今年7月末までに犬や猫およそ100匹を新たな飼い主に譲渡していて、今後も動物との共生について学ぶプログラムなどを企画していくということです。